シュワイザーエアクラフトはアメリカ合衆国の航空機メーカー。本社はニューヨーク。グライダーとヘリコプターを主力製品としている。2004年からはシコルスキーエアクラフトの子会社となっている。1930年代にグライダーを開発したのが始まりであり、アメリカ合衆国でも子産の航空機メーカーとなっている。元々はグライダーのメーカーとして 名を馳せたメーカーであり多くの名機を生み出してきた。往年の機体は現在でも愛好家の手によって整備され飛行されている。シュワイザー・アグキャット・シュワイザーは、グラマン社が1950年代に開発した、複用短座の農業機である、グラマン・アグキャットの生産を引き継いで1957年から1983年まで生産した。 その間、シュワイザーシャワー2455機生産した。シュワイザーシャワー1981年設計と生産の権利を購入して、名前をシュワイザーアグキャットに変えて生産を続けた。1995年、シュワイザーシャワーアグキャットの権利をテキサス州マルデンのエージーキャットコープに売却した。2001年2月に設計は、 アーカンソー州、ウォールナットリッジのアライドエージー、キャットプロダクションズインクに売却された。アライドエージーキャットは、新しい航空機の生産は行わず、関連会社は大規模なアグキャットの運航を行っている。基本的な機体構造は、多くの安全性の技術革新が組み込まれていて、農薬を散布するために外気を吸い込まないように、操縦室は加圧されている。 ノースロップグラマン、ライアンと共同で MQ-8 ファイアスカウト無人ヘリコプターを開発した。現在はシコルスキー社の同軸反転ローターと推進式プロペラ併用のシコルスキー2の開発にも参加している。現在は 300C、300CBI と333を生産している。ありがとうございます。